はいいどうもユーピカですすスマートフォン直撮りりよ失礼いたします今回紹介するフィギュアはですね Google で検索してもほとんど出てこずですね、えー、YouTube で探しても全くレビューしている人物がいない超激レアなフィギュアですこちらゲームセンター CX ありの課長ですこちらの金額と良い点悪い点などを語りながらですね詳しい話をしていきたいと思いますまずはちょっと 見ていきましょうかはいぐるりと回りますどうですかねなかなかいい感じじゃないですか まあ、ゲームセンター CX 有野の課長のフィギュアといえば2018年に発売された SH フィギュアアーツのね可動式フィギュア関節可動のやつねあれが有名なんですよあれめちゃくちゃクオリティ高いんでねえただそれとは全く違うもう一つのありの課長でありですねあちらは2018年のものですがこちらは2006年かな ののものらしいユージンという会社から出ているらしくて、まあ、その頃のフィギュアコレクターには結構名の通った会社らしいんですが僕はね正直存じ上げませんでしたはいでえっと、まあ、箱なしで僕は4,400円税込みで買いまして、えー、たまたまですねこの全く同じものが箱ありで売ってたんですけど横に。 えー、8800円でしたなんで半分ぐらいね金額が違ったんですよね、まあ、これ多分お店の出す人のさじ加減だとも思うんですけども、ま、だったら箱なしでいいやということで、えー、こっちのね箱なしの方買ったんですけど付属品はね今見えてますかねこの冷えピタとこの台座だけなので、えー、欠品とかそういったこともなかったですはい でまあ、正直ね、2006年のフィギュアですから、顔がアリノに似てるかって言ったら、まあ似てはいないですね。まあ、こう、ちょっと下からなんか見た感じだと、やりましたーって言ってるね、アリノ課長のイメージが湧くのかな。もうこれはね、なんか心で見るみたいな感じです。僕ゲームセンター CX 大好きで、結構色々見てるんですけど、やはり2005、6年とかね、その古い方が割と好きです。うん、余談ですけど、 AD 加賀がいたぐらいまで2016年ぐらいかなあの頃までのゲームセンター CX の雰囲気が好きでしたねうんまぁ、あ、こんな感じえときめきメモリアルの回とかすごい面白いんであのよかったらね今 YouTube で公式で出てますから見てみてくださいでサイズがねまぁたいこれちょっと見立て僕下手なんですけど1 2 3センチから1 5センチぐらいかな台座もコンビでね うん、で出来栄えなんだけどまあ今言ったようにねちょっと古いフィギュアにはなるんだけど、まあ、なかなかねいいんじゃないですかねこうしわの感じとかまあ色のねコントラストがしっかりしてるかなと思いますねまあ、作業着着てるんでちょっとこう同一色で並べられて地味な感じではありますけどちゃんとこうグラデーションシャドウ塗られてね陰影がついていますね、まあ、ブラッシュアップしてるというかねはい。 意外とね、いいんですよ。で、あの、アリの課長のチャームポイントの首のほくろもね、えー、再現されてますし、このヒエピタもね、あの、着脱可能です。で、なんか、僕はね、このヒエピタが前髪の奥に入っちゃったんで、あ、やばい、取れないって一回テンパったんですけど、この前髪がね、ちゃんとあの、パカッて外れるので、もし奥に入っちゃった場合、ヒエピタがね、だとしても大丈夫です。はい。 アリの課長ってこれちょっとね画面のピントが、あのー、悪くて申し訳ないんだけどちゃんと「アリの」って書いてますねゲームセンター CX ね。うん、ではあのー、箱なしって言ったんですけど、まあ、目立った外傷はなくてですね良、うん、かったかなって思います。欠けとか塗りのこぼしとかないんで、まあ、いかにねこ職人さんが丁寧にね、えー、作ったっていうことなんでしょうかね。うん まあおそらく海外の外虫で大量生産してるんでしょうけどでも大量生産といっても僕フィギュアコレクターしててこのフィギュア見たこと全くなかったですし最初にも言ったように全然ねあのネット上にも上がってこないのでうんまあ一人だけこのフィギュアを買ったっていうレビューアーさんがいましたけどそれ以外はねいませんでしたねしかもそのレビューアーさんのそのブログもう2006年の記事でしたからうん まあね、顔の出来っていうのは SH フィギュアーツのアリの課長にだいぶ劣りますけどこの味がまたいいですね、うん、何よりねこうアリの課長が手元にあるっていうのが嬉しいですねやりましたーやりましたーつってね、うん、結構ねこの最近アリの課長でねこのかつて買いました赤ロのね 主人公のこののこ刀を持たせてですねあのキルビルみたいな感じで1人で夜な夜な遊んでます写真撮ったりしてでツイートしようかなと思いながら俺何やってんだと思ってね <laughs> やっぱやめたりとかもしておりますがはいうんまあそんな感じですねうんでネットの相場とかもやっぱ一生懸命調べたんですけどあの2800円とかで一応あったんですがそれはもう品切れでしたねうんで ブックオフ広島何々店みたいなところにも4,000円近くであったけど多分その記事も古い記事なんで今はもうないと思いますはいまあかなりね希少なフィギュアですっていう感じですこういう古いね希少なフィギュア僕結構持ってるので、えー、好きですねはい、ではちょっと長くなっちゃいましたがここで終わりたいと思います今回はゲームセンター CX 有野課長のフィギュアでした ごご視聴ありがとうございましたよ <laughs> ければ高評価をしてください。では。